どうも、占い師のラブミードゥです。2024年12星座別の運勢、乙女座の方の総合運は自由がテーマの年です。自由にいろいろと行動すること、束縛されたくない気持ちが高まっていたりします。いろいろな場所に出かけたり、旅行を楽しむのに良い一年になると思います。旅行をするために今頑張っているなども、とても運気を高める行動の一つだと思います。そしてですね、この2024年自由を勝ち取るために、あなたが燃える必要があります。新たな目標を作ったり、夢を大きく描くことが大切です。その夢に向かって突き進む、そうすると周りとの関係を変えるように行動したり、邪魔な人間関係などを遮断することができたりします。夢や目標を大きく持ってください。良くないのは自分の限界を勝手に作ってしまうことです。あなたの可能性は無限大です。自分でブレーキをかけないようにしましょう。またはあなたを止めてくるその人たちから離れなければいけません。確かにご両親とかは心配してやめときなよとか、または仲のいい友人の方に止められることもあるかもしれません。でもね、本当にそうなんでしょうか？あなたが本当にやりたいこと、人生でしたいことがあるならば、それらを払いのけ、自分の夢にまっすぐ進んでいきましょう。そうすると運も味方してくれます。その他、いろいろミスをしたり失敗したりとか、傷つくことがあるかもしれません。でもそれらは全部あなたの精神面を鍛えるために必要だったり、そのための修行だと思うと良いでしょう。すべてがプラスになる一年だと思ってください。または修行の一年だと思うことも大切です。その他、自分のやるべきことが見えてきたり、使命を感じることが起きたりします。私はこれをやるために生まれてきたんだって思え、その使命感に向かって頑張れる一年になるのではないでしょうか。続いて、乙女座の方の恋愛運です。幸せがつかめる年です。波長が合う人と付き合えたり、志が同じ人と一緒に過ごせたりとかして、恋が始まっていくなんてこともあると思います。一緒に同じ目標に向かって頑張っている、それが恋が始まるポイントだったりもします。もしね、一緒に協力し合って何かを達成させる、そういうことをやっている人がいたら、ちょっと距離を縮めようと一歩頑張ってみてはいかがでしょうか。その他、愛には国境なんてないって感じる年だったりもします。外国人の方と付き合うにもいい年だったり、ハーフの方やクォーターの方などとの縁もあったりします。帰国子女だったり、長くこうね、海外に住んでた方とお付き合いする、そういうこともあるかもしれません。または結構離れてる距離の方と恋が始まったり、遠距離恋愛などもいい年だったりします。自分で可能性を狭めて恋愛運を落とさないように注意しましょう。あと、外国語を話せる人と縁があったり、外資系の会社で働いている人と縁があったりもします。自分自身も外国語を学ぼうとすると恋愛運が高まるので、ぜひやってみてね。続いて、乙女座の方の2024年の仕事運は、人当たりの良さが大切な年です。サービス精神を持って接していくと、より仕事運が高まっていくでしょう。普段ね、人見知りしてしまう方もですね、2024年はそういった自分から抜け出せたりもしそうです。または自分が話しやすい人と対応できる年になったりとかして、楽になる方もいるでしょう。乙女座の方、2024年はとにかく気に入られることが大事です。取引先の方、上司、またはいろいろな仕事関係の偉い人、そういう人たちに気に入られて出世していく、そういう運気があります。中にはもう大出世、大抜擢、そんなことが訪れる方もいるでしょう。また優秀な人材を育てたり、育成する側になる方もいるかもしれません。乙女座の方の2024年の金運は、自分の世界を広げることにお金を使うと運気が高まります。以前から気になるものがあったら、それをやってみるといいかもしれません。
スキルアップとかにもお金を使うのもいいでしょう。その他、あなた自身が先生と呼ばれる職業になったり、何か教室を開いたりとかしてビジネスを始めるのにもいい年です。あと、心をリフレッシュさせるものにお金を使うと運気が高まります。ただ気をつけてほしいのはですね、心が大きくなりすぎてしまって人におごったり散財してしまうみたいなこともあるかもしれないので、そこだけは気をつけてください。続いて乙女座の方の健康運です。幸せ太りに注意の年です。なんかね、楽しくなっちゃったり嬉しいことがあってついつい食べてしまうみたいなことがあるかもしれないですね。特にですね、こう脂っぽいものだけ食べ過ぎなければ大丈夫かもしれません。油っぽいものだけ避けられるようにしましょう。一方、腰の怪我にも注意の時です。重いものを持つ時は気をつけてください。ぎっくり腰、そういうこともある一年なので気をつけてください。あとは姿勢を良くする、それが健康運を高めます、または運気も高めます。あとはお尻の筋肉を鍛える、臀部を鍛える、そういったお尻の筋肉を鍛えることも健康運を高めたり運気を高める秘訣につながります。そんな乙女座の方に2024年食べてもらいたいラッキーフードは、玄米、グレープフルーツ、キャベツ、ピーマン、ビーツ、ウーロン茶などを食べたり飲んだりしてみてください。きっと運気が高まります。その他、2024年の乙女座の方のラッキーアイテムは、ご当地キャラクターのグッズ、御朱印帳、ガネーシャのシャツです。ラッキーパワーストーンはターコイズです。そして乙女座の方のラッキーカラーはオレンジです。以上、乙女座の方の2024年の運勢でした。乙女座の方が2024年幸せに過ごせることをお祈りしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。月と龍が導く守護龍占い2024 Amazon 楽天書店さんなどで絶賛発売中です。2024年の毎日の運勢が載っています。自分の守護龍を調べていただいて、占ってもらう本になってます。自分の守護龍の探し方はですね、こちらの YouTube の概要欄に調べられる URL を貼ってあります。または私の X の固定ツイートにも載せてあります。その他ブログなどにも URL 載せてあります。または Amazon とかのね、画像で見つけられるようにもなってるので、そちらも見てみてください。こちら、あと新月や満月の願い事の各ページなども載ってます。そしてこの本は2024年の守護龍ごとのラッキーカラーが表紙になってます。持ってるだけで運気が高まります。これを持ち歩いて毎日の運勢を見て2024年最高の1年を過ごしてください。友達や家族にプレゼントしてみるのもおすすめです。よろしくお願いします。